이비 혼단장 혼단장 아바과다야 はい、セイグスよ、中華の未来、ユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、2月の2日木曜日、旧暦の内縄組では1月の11日となりましたね。はい、またまたね、なんか冷たくなってまいりましたけれどもね、本当にこう今日私たち朝ね早く入ってきますけどもね、朝方はちょっと雨はなかったんですけどもね、モーニングっていう番組をね、朝7時からやっておりますけども、途中ね9時前ぐらいからちょっと雨になってきまして、未だにこうチラチラブイワーがしておりますけどもね、そういう時はちょっとね、あのお車お持ちの皆さん方はどうぞね、スリップしやすくなっておりますのでね、お気をつけいただきたいと思います。はい、安全運転でね、ご走行の方よろしくお願いしたいと思いますけども、さて、私ども FM タムの方もですね、まあ3周年ということを含めまして、まあアンテナの移設も終わりまして、本当にこうユミタン、くまなく電波も届くようになってまいりました。ところによってはですね、那覇方面でもまあ聞けるようであるということでですね、58号線走りながら聞いてますよということのメールが入ってきたりとか、いろいろとありますけどもね、まあこの FM タンというコミュニティ放送局もですね、数ありますけれども、まあ先だって、FM ヤンバルという名護の方にもオープンしまして、で、また先週はですね、なんと久米島にですね、このコミュニティ放送局15局目ですね、間もなく誕生するということで、今予備免許がね、はい、ありました。離島でのね、コミュニティ放送局っていうのはなお一層放送の力っていうものを試されるいい機会になるのではないかなと思ったりもします。まあそれぞれ、地域がですね発信力を持つということは本当に、素晴らしいことじゃないかなと思います。私たち読谷村もですね、また FM タム頑張って、放送し続けていきたいというふうに思いますので、どうかこれからもご支援のほどよろしくお願いをしたいと思います。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよもですね、今日もゲストを迎えて1時間ということでお付き合いをいただきたいと思います。お相手は中曽根智春です。ゆたしくおにげさびら。お送りしております曲はですね、読谷村歌、お届けしております。まあ、読谷情報を発信するときとか、読谷村役場からのお知らせなど、この音楽を、曲をですね、活用させていただいておりますけども、この読谷所出番ですよ、こちらの方でもですね、この曲が、かかるときは、もう皆さんおなじみになりました、石峰伝説読谷村長をお迎えして今日 1時間お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは読谷村長ご挨拶よろしくお願いします。はい、おはようございます。2月入りましたですね、9勝もあって9の11日ということで、2月1日からですね、キャンプインということで、マスコミ各所をですね賑わしていますけれど、まあ読谷村にもですね例年のように、中日ドラゴンズがですね、キャンプインしたということでございます。はい、中日ドラゴンズも本当にこう私たちは、石見村長も来ていただきましたけど、友の会としても、昨日歓迎セレモニーということで、本当にこうたくさんの人たちが今回は来ていただいて、みんな友の会のメンバーも本当に昨年はちょっと寂しかったんですけれども、うん、今回はとても、多く来ていただいて、特に役場の皆さん方本当にご協力いただきまして感謝申し上げたいと思います。さて、キャンプインする前に結構こう中日の、なんか社長さん方も尊重表敬があったということで、はい、1月の30日には、高木森道一軍監督や、鈴木高政、今読谷いらっしゃいますね、はい、二軍監督、 そうですね、そして酒井克彦代表取締役社長、はい、佐藤良平球団代表、はい、あと、中村広報部長等々ですね、はい、多くの皆さんが、読谷村役場にいらっしゃってですね、初めてじゃないですかね、一軍二軍両方ですね、監督さんが、まあ、余計訪問いただくということはですね、はい、でしかも高木森道さんですね、はい、まあ高木監督は92年から95年までもですね、監督をやっていたということなんですけど、
2代目ミスタードラゴンズとか言われてですね、二塁手ですね、うんうんうん、まさに森道というあの名前の通りですね、名あの二塁手だったというふうにすがっておりますね。なるほど。しかも、まあ、中日自体は、ね、リーグ優勝10回、うん、日本一にも2回なっているということ で去年、うん、一昨年ですか、うんうんうん、連続リーグ優勝でね、はい、まあ、去年も非常に盛り上がったんですけど、はい、今年も非常に期待できるところだと思います ね。いや、今年はまたもう高木監督のもう鶴の一声じゃありませんけれども、こうジョインアスというキャッチコピーを作りまして、もうファンと共にっていうね、うん、あのお話の下でそういう一つ その方向性が、まあ、今回の読谷村村長表敬にもつながったのではないかなと思ったりもしますよね。そうですね、うん、本当にまあ、キャンプ地の地元の皆さんもですね、はい、大切にするという、まあ、球団首脳のですね、はい、考え方で、皆さん、お越しになったと思います、はい、でいろんなまあ、お話も聞けてですね、良、うんね、かったと思います ね。 あ、そうですか。まあ、今日村長も中日ドラゴンズ2012 の、 そうです、ね、今年の沖縄キャンプのジャンパーを今日着て、はい、出演いただいております。のキャンプインセレモニーの時のですね、ジャンパーですけど、はい、嬉しいですね。まあ、私たちFMタモンでもですね、毎週金曜日、午後5時からですね、中日キャンプ、キャンプイン読谷ということの番組をですね、特別番組をこの1ヶ月間ですね、2月に行っておりますので、そちらの方もぜひお楽しみいただきたいと。今村長からもお話ありました通り、本当にこう監督含め、皆さんが、地域の方々を大切にしようという思いでですね、その思いはさらに今年強くなってきておりますので、ぜひ、この番組も楽しみしていただければというふうに思います。ありがとうございます。はい、はい。まあ、だ今回セレモニーに関しては、サッター2月1日昨日ですけれども、地域の地元の企業の皆さん方のね、はい、この日は、まあ、役場のメンバーとかですね、はい、議会の皆さん、商工会、観光協会で、あと漁協、読谷漁業協同組合ですね、JA 読谷支店、はい、この漁協から読谷支店、ポルシェさん、はい、オキハムさん、東蔵さんにつきましてはですね、読谷村の特産品をいろいろと、ね、まあ、選手激励のためにですね、はい、提供いただいて、非常に皆さん、選手の皆さんもですね、うん、喜んだんじゃないかと思いますね本当すごい。もう漁協なんか取り立てのマグロ一本持ってきてました、ね、あれは迫力ありましたね。そうですね、はい、嬉しかったです。また東蔵さんなんかでも亀の入った亀に入ったお酒を持ってきていただきましたが、龍の彫り物、ね、そうですね、龍の彫り物ということで、まあ、もともと沖縄の、亀にはそういったのあるんですけど、うん、ドラゴンズしようということにして、おー、すごい置きたいと思いますね今回は本当にそういう意味ではぜひ、ね、また日本一目指していただきたいなということで期待したいはずなんですけども、さあ、キャンプセレモニーも終えて、もうすでに、一日の皆さん方も昨日から、午後からはですね、読谷球場での練習ということで、昨日は結構遅くまでされてたということで。そうですね、はい、球場自体は終わっても、うん、サブグラウンドはですね、うん、結構走り込みとか、はい、頑張ってましたですね、はいはいはい、なるほど。まあ、そういう中日ももう16年目でしたか、村長。そうです ね、はい、キャンプインということでありますけども、ぜひ、これからも私たちまたファンが多くならないと、中日もですね、読谷でキャンプしてもどうなのかなということもなりかねないですから、ぜひ皆さんもね、球場の方に足を運んでいただきたいなというふうに思います。さあ、まあ、そのファンのですね、うん、集いということで、はい、皆さん協力会の方がですね、はい、いろんなことをやってもらってるんですけど、これも実行委員会ですけど、うん、実行委員会の方でも中日ドラゴンズ激励の牛と丸焼きパーティーというですね、そう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 、恒例のイベントが、これは2月の12日、うん、午後3時から晩2時間ということでですね、はい、ございますが、まあ、会費1人3500円ということでですね、はい、まあ、ファンの集いということで、うん、まあ、主に2軍の皆さんですけど、と一緒に交流会、そうですね、抽選会がありますよね、はい、で、まあ、中身についてはこれ、うん、局長よくご存知の通りでですね、はい、3500円で、うん、まあ、お一人様ということでございますので、うんうん、現在チケットのですね、うん、販売商工、はい、読谷村役場商工観光課の方でもですね発売しておりますので、はい、大体定員が400名ということで、はい、うん、ございますのでですね、毎年いっぱいですもんね。まあ、皆さんにもまた引き続き協力をお願いしたいと思いますね、うん、はい、ぜひみんなでこう盛り上げていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。あ、また石見村長がそうおっしゃいましたので、僕ちょっと忘れるところでした、来たる日曜日には友の会主催のですね、そうですね、イチャビラ祭というのがあります、はいはい
自分のイベント忘れるところでしたけど、イチャビラ祭というのがありまして、2軍のですね、球場って言われてますけど、読谷球場の方からですね、私たち FM タンもまた、生中継で12時から1時間ですね、番組をそちらからお届けしていきたいと思います。またいろんな選手の皆さん方もですね、出演の予定がございますのでお楽しみにしてください。もう本当に毎週末スポーツイベントで盛りだくさんですね。そうですね、この夏は本当に沖縄はもうキャンプインということでですね、はい、いろんな、ね、種目の、スポーツが来ていますね。はい、まあ先日も新聞にも載っておりましたけども、今度はサッカーの方も盛り上がりまして、そちらからお迎えに行かれたということで、はい、これも1月31日ですけど、はい、那覇空港にですね、今年 J1 昇格したサガン鳥栖をですね、迎えに行くということで、村内の小学校の少年サッカーチームですね、フルゲン FC、フルゲン南 FC、 あと、はいはいはい、FC クルセール、読谷カルチョ、トケシ FC というですね、これたくさんあるんですか、5つの少年サッカーチームがですね、そうなんですか、その他にも、平清子商工会長ほかですね、はい、観光協会で村サッカー協会の皆さん、たくさんのですね、関係者で出迎えたんですけど、空港でですね、私の方から竹原稔社長の方に花束を贈呈しまして、あと、小平武観光協会長からですね、ユン・ジョンファン監督へ、はい、そして、島本凛香ちゃんちで、これは、フルゲン南 FC 首相のですね、はい、女性の女の子なんですけど、彼からまた藤田直之首相の方にですね、花束を贈呈しまして、キャプテン同士、はい、初めてのね、プロの、サッカーチームが、読谷キャンプということで、特に、ご承知の通り少年サッカーも強ければ今、読谷中学校ですね、読谷高校、そうですよね、高等も非常に、競技力をアップしてましてですね、はい、県内でも有数の、サッカーどころとなっていると思いますので、これを機会にですね、ますます、競技力が向上すると、そして、青少年が今日の朝も言ったんですけど、プロのですねプレーを直に見て、自分たちもできるんだという、そういった、実感というんですかね、それを持って、もらったら非常にいいんじゃないかと思ってますね。そうですね、本当に村長も先日もお話されてましたけども、沖縄がその甲子園のステージに上がれるというのが本当にごくごく当たり前になってきたこの昨今、やはりプロ野球が沖縄にこれだけキャンプインしてきたという流れではないかという話を前回されてましたよね。はい、サッカーもいずれそうなる可能性ありますね。はい、非常に可能性があると思いますね。今回も読谷中学校がね、全日本ユースのアンダー15九州大会で優勝して、全国大会は全国優勝したところにね、リーグの時に負けて、ベスト8だったということなんですけど、実力的には本当に全国上位のですね、実力があるんじゃないかと思っていますね。決勝レベルの試合だったというふうに言われてますから ね。はい、でまた今日そのサッカー協会のメンバーがですね、昨日と同様にいろんな企業の皆さんからのですね、また激励の特産品をですね、送ったということも、鳥栖にも、聞いてるんですけど、非常に地域がこのようにですね、企業も含めて、そして、サッカー協会協力会、いろんな皆さんでですね、一緒になってプロサッカーチームを迎えるということは、今後ですね、これが、継続していけるんじゃないかという足がかりになると思いますんでですね、ぜひ皆さんこのキャンプ期間中、そしてまたそれ以降もですね、中日ドラゴン、そしてサガン鳥栖をですね、みんなで応援して盛り上げていけたらと思いますね。そうですね、なんかもう隣同士ですからね、野球場も陸上競技場も、そうですね、パッケージとして、ね、楽しんでいただきたいというふうに思います。さあ、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。もう本当スポーツ話題まず最後ですけれども、一旦コマーシャルをお届けして、まだまだお話し続きます。
送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日のゲストは清峰電通エミタン村長を迎えしております。村長もそういうプロの皆さん方が来られるっていうのは本当に村民にとってもそうですけど本当にこう大きな財産ですね。そうですね、特にあの、児童生徒っていうんですか、子どもたちがですね、はい、まあたくさんある夢の中でですね、うん、それを実現しようとしているスポーツマンを直に見るというのは非常に刺激になるいいことだと思います ね、 ね、まあ、それ以外にもこれからまた陸上競技場ができたおかげで、もう国内有数の陸上のこう大学がまたそうですね、こう海谷にも来られるということで、ね、大阪体育大学の陸上部もですね、うん、はい、後半、うん、サガン鳥栖の入れ替わりにですね、3月ですか、うん、来るという話もありますね。特にこう読谷村はまた陸上は燃えるところですから。そうなんですよね、中身でも、まあ、ずっと伝統的にも強いですし、ね、強いですし、いろんな選手がですね、うん、出ているところですから、はい、もうぜひ盛んなところです、うん、いろんな種目が来てですね、うん、はい、まあ、刺激になればと思います ね、 そうですね、はい、村長のもともとラガーマンですよ ね、 そうですね、ラグビー関係はどうですか。ラグビー関係はですね、はい、今年読谷高校40周年を迎えるんですが、はい、あ、そうですか。ちょっと今のところ、まあ、低迷してますけどね、まあ、またみんなで頑張って、ね、サッカーできた子たちがまたラグビーにも、ね、そうですね、みんなで頑張っていけたらと思ってますね、うん、はい、子どもたちもなんかラグビー部があるということで伺ってましたけどね、はい、にわかにこうちびっこラグビーからですね、うん、今中学校読谷中学校ありますし、読谷高校、そして、はい、まあ、シーサークラブというんですけど社会人ということでですね、一応まあ、ずっとですね、ピラミッド的にピラミッド的にはできてるんですけどね、うん、まだまだ、人口が少ないということ、うん、競技人口がですね、少ないということですね、実は先週、うんうん、枠の大会ということ、これ何の枠かというと迷惑の枠、はい、不枠の枠ですねその枠で枠、ね、はい、始終にして惑わずというこの不枠で40歳以上の、うん、ラグビーのチームがありましてですね、ちょっと私、はい、ゲームで試合には出なかったんですけど、沖縄でその大会があってですね、見に行ったら本当に40歳以上全国からですね、はい、まあ、1チームは作れないんですけど十数名来るところもあれば何名かでということで、本当に40歳以上80近くの皆さんまでですね、すごい元気でやってたというのを見て、まあ、まあ励みになったところですねなるほどね。いやでもすごいですね、でもスポーツの力ってそういうこう結束力っていうのすごい高いですからね、いいですね。そうですね、はい、まあ、これからもぜひこう、プロ野球それからプロサッカーまたラグビーまでどん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 こう質問が広がっていくことを期待したいなと思いますけども、さあ、またプロの皆さん方もこう予備ダンスに来ていたておりますが、まあ、村内の子どもたちも頑張ってますね。本当ですね、いずれプロになるであろうとですね、はいはいはい、非常に、期待される、先だって行われました大金大きいドレディスアマチュア選手権ですね、これそこで、イラミナのイハ、うん、アンリさんがですね優勝したということで、おめでとうございま す、 ね、すごいですよねこれ、うん、これはお父さんイハタケシさんですか、はいはいはい、彼がずっと指導してですね、はい、親子で頑張ったということですけど ね、 このアンリさんは、うん、伊波武さんの三女ということでね、うん、まあ、長女次女三女とずっとお父さんいろいろゴルフの指導をなされたみたいですけど、うん、絶対じゃあゴルファーにさせたかったんですね娘を、まあ、アンリさんの方は才能豊かでですね、すごい、本当に、今回優勝して3月に行われます、うん、はい、この大金大きいドレディスの、ね、本戦に、アマチュア枠で出場するということですから、うん、これが順調にいったらまた宮里、うん、ね、愛みたいとかですね、諸見里さんとか、まあ、県内の男子とも女子、はい、みんなサッカーのラグビーじゃないサッカーでもない、うん、ゴルフがですね、はい、非常に強いですんでですね、これもまた非常に期待できますね、うん、でもジュニアの、ゴルフというと大体こう元部高校がこう強化選手をなんか育成しているというような感じで、そうですね、ありますけど、彼女は読谷高校なんですよね。そうですね、まあ、彼は お父さんから指導をいただいているというふうに、すごいですね、聞いたんですけどね、彼女のお姉ちゃんが今役場で臨時職員をやってましてですね、彼女に聞きますと、はい、まあ、そういったことで
皆さんがよくご存知の方といえば、うん、伊波誠英さん、イラミラの元議員さんの伊波誠英さんの、まあ、お孫さんといえば、先輩の皆さんがよくわかるかと思いますけどね。伊波誠議員、元議員のですね、あ、私非常に期待できる子どもたちだと思いますね。そうですね。あと同世代には、うん、今元部高校3年の伊波光隆君、ね、うん、そうそうそう、これもイラミラですけど、元部高で頑張ってます、まあ、うん、そういった人もいてですね、はい、ゴルフの方も非常に期待できると思ってますね。ですね。いやー、でもすごい、まあ、そういうゴルフという分で本当にこう一握りの子たちしかその表舞台には上がれないって言われている、その一握りの舞台に本当に堂々と読谷高校のしかも1年生として上がったっていうことがすごいですよね、はい、彼女は昨年も、うん、教育委員会の前校賞というのをもらったんですけど、あ、そうですか、これは去年の国民体育大会ゴルフ競技の部でですね、沖縄代表としても彼女は出場して団体女子で8位入賞するとかですね、すごい、中学校の時から実績のですね、ある選手ですね。やっぱり素質はこの辺から目覚めてたかもしれませんね。そうですね。はあ、すごいですね。私たちがとてもじゃないですけどね計り知れないですけれども、さあ、まあゴルフもそうなんですけど、また中学校の子どもたちも今 ね中学校の話題がありましたけども、やはりこうプロの卵が生まれてきている可能性がありますね。そうですね。先だって、うん、まあ、読谷中学校大城茂一校長先生がですね、はい、男女ソフトボールが優勝したということで、優勝報告に見えていたんですけど、これは県中学校新人ソフトボール大会でですね、はい、うん、アベック優勝したということで、まあ、この時は、うん、フル中女子もね、はい、決勝戦まで行って準優勝を、読谷同士でね、そうですね、うん、ということもあったということで、本当に中学生の皆さんもですね、うん、非常に活躍していますね、うん、ね、ま、あと中学校は読谷中学校は中上智子の新人大会でも、うん、女子の柔道が優勝したりですね、同じく男子の柔道が準優勝、優勝で野球部バスケット部もですね、はい、地区の新人大会で準優勝しているということでですね、非常にこれからもですね、読谷中学校、古源中学校、どんどん頑張っていただきたいと思いますね。そうですね、ぜひともね頑張っていただきたいなということで、本当に、子どもたちにおいては、失礼しました、はい、本当にこう中学生、まだまだこう指導者の皆さん方のお力が強いと思いますけども、でも本当にこう読谷中古中とも本当にこう素質のある子どもたちが本当に今頑張ってるんじゃないかなと思いますけどもね、これから本当にこう他の部活の皆さん方もぜひ頑張っていただきたいなというふうにね思うわけなんですけども、さあ、まあスポーツの話題と前半続きましたけども、はい、まあ、ちょっとここで、話変わりますけども、はい、そうですね、まあ、昨年はですね、うん、大変な災害があって、はい、FM 読谷もですね、うん、いろんな、まあ、働きかけをして、東北に行ったりということでやったんですけど、はい、あ、まあ、読谷村の中でもですね、うん、今、随時、自主防災会ということでですね、はい、まあ、災害の時に一番身近なところで、うん、安全安心をですね、うん、確保するような努力をしようということで、うん、長浜に続きまして、はい、戸口と大添の方でですね、はい、自主防災会が、まあ、発足したということでですね、はいはいはい、それが、先週の1月31日に、うん、組織のです、ね、発足の、式とですね、はい、補助金交付ということで補助金も出してですね、今後、はい、まあ、活躍もしていただきたいということで、やってるところですね、うんうん、で戸口の方は2月の26日日曜日には防災訓練もするということでですね、そうなんですか、詳細はまあこれからまだ詰めていくかと思いますけど、はい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 、そういったことで、村内で3カ所ですね、そして自主防災会が、うん、まあ、立ち上がったということですね、はい、いやでも戸口区も、まあ、長浜に続きということで、やっぱりこう、津波を意識した、まあ、定置ということで、本当にこういち早くという意識が大きくてすごかったんでしょうけれども、大添区というのもまたあるですね。そうですね、すごいですね、大添区は。大添も全国的にそういったことがあったことに対してのですね、非常に
敏感にですね、はい、感じていただいて、すごい意識的に作るということで、非常にいいことだと思いますね。で、大曽根の場合はちょっとご高齢の方もですね、結構いらっしゃいますので、より緊密にですね、連絡を取り合うということがまた重要だということでですね、非常に活発に今活動しているところですね。なるほど。災害といっても確かに津波だけではないでしょうから ね、 そうですね、いろんな意味で の、 その防災という観点から、この自主防災会というのを発足するということで、なるほど。じゃあ長浜地区に続きということで、今回、徳地区が、自主防災会を立ち上げて、26日は防災訓練もこれから予定があるということで、ぜひこう地域の皆さんが参加していただきたいですね。そうですね、皆さんがですね、ぜひ参加して、そういったですね、防災に対する意識をですね、高めていただきたいと思いますね。はい、ですね。もうとにかく、今回、私たちも東北にお邪魔させていただきましたけれども、本当にこう地域のこのコミュニティ力っていうのがやっぱり一番もうつなぎとしては何よりも先にそこなんですよね。村長がいつもおっしゃってます、もう、自助、共助、公助と、まずは本当に自助が成り立たなければならないという、さらにその前に自らの命をしっかり守るということが大事ですよね。そうですね、そのためにはやっぱり通常のですね、向こう三元両隣、そういったですね、はい、そこら辺のコミュニケーションですね、それを日常からですね、地域ぐるみの交流をですね、深めていくというのもこの自主防災会のですね、目的でもあると思いますね。そうですね、災害っていうのは本当にこう忘れた頃にやってくるって言われてましたけど、最近は忘れる前にやってくるっていう風なコメントで、皆さんに本当にもう意識を高めていこうということで、3月からまた火災防火週間とかいろいろとこう春になると意識高揚のためにいろんな活動が出てくると思いますので、ぜひ耳を傾けて我が身に帰って各家庭でそういう意識を高めていただきたいですね。そうですね、災害は、いつやってくるか分かりませんのでですね、平常時の活動、それも非常に重要だと思いますので、その防災意識の普及とかですね、自分たちがどういった環境にあるかということをですね、確認するためにも、ぜひ戸口含めてですね、大曽根も今立ち上がりました、自主防災会へですね、参加をお願いしたいと思います。はい、はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日のゲストはユンタン村長、石名伝地村長をお迎えしてお話を伺っております。村長、じゃあ後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、もう皆さんのお手元にはですね、読谷広報2月号がですね、すでにお手元に行っているところも多いかと思いますけれども、その表1ページを開けますと、2月は大体そうなんですけど、やっぱりこう、税
事務所からのお知らせなどですね、いろいろとこう書かれているのが多いわけなんですけども、まあ、また年度の締めでもありますから、いろいろとね、忘れないでいただきたいということで広報活動を多くされていると思います。私たち FM 団でもですね、沖縄税務署の皆さん方がお見えになられて、広報などをですね行っているお昼の番組でやっておりますけれども、ぜひ皆さんね、今一度、確認をしていただいて、お忘れがないようにですね、よろしくお願いをしたいと思います。さて、清水村長、昨日は役場ロビーで、e-tax という、はい、パソコンでのなんか、税金を納めるっていうんですか、そういうのが設置されたということで、はい、はい、昨日ですね、2月1日に、まあ、開所式のセレモニーを行いました。はい、これは税務課の前に設置してありますので、うんうん、まあ、村民の皆さんのですね、はい、一人でも多くの活用をお願いしたいと思っています。うん、私も昨日、うん、まあ、セレモニーの中でですね、はいはいはい、e-tax での申請を、まあ、第一号ということでですね、すごい送信して済ませましたが、まあ、本当にさっとですね、はい、非常に簡単にできて便利なものでした ね、 なるほどね。まあ、最近はこうパソコンなどが本当に普及して各家庭にもあるようになりましたので、まあ、e-tax っていうのはやっぱりこう税務署の皆さん方もよく PR をされてますけれども、システム的にちょっと今一個分からないですよね。 e-tax 自体は分かるんですけどね。はい、うん、これはですね、国税の電子申告納税システムということでですね、うんうん、これ実際税務署に、うん、直接出向かなくてもですね、インターネットに接続した環境にあるパソコンがあればですね、自宅やオフィスなどからどこからでも申告や納税ができるということでですね、はいはい、特に沖縄税務署によりますと、うん、3月15日まではですね、土日も含めて、24時間利用できるということでですね、非常に時間的な制約もないということでございまして、 e-tax の利用につきましては、うん、これはもう国税の所管ですけど、国税庁ホームページからですね、うん、e-tax ソフトをダウンロードしてですね、うん、利用することもできますし、所得税の確定申告の作成についてはですね、うんうん、同じく国税庁のホームページに確定申告書と作成コーナーがありますので、はい、こちらから利用がですね、うん、非常に便利だということでございます。まあ、この確定申告書の制作コーナーでは、うん、図面上のですね、うん、案内が充実していますので、うん、まあ、それに従ってですね、 e-tax の導入手続きや確定申告書のですね、作成ができるということで、ございました。そして、策定した申告書をですね、うん、そのまま e-tax でも送信できますし、まあ、プリントアウトしてですね、税務署に提出することも、できるということで、非常におすすめでございます。なるほど。まあ、でもこうね、普及しているパソコン、そういうものを活用してできるっていうのは、まあ、国税庁もいいなことをしてくれるなという感じですけれども、まあ、税務署にね、足を運ぶことなくっていうのは、まあ、我々の生活になるべくこう支障をきたさないっていう意味では本当にこうラッキーかなと思ったりもしますけどもね、自宅からインターネットとかで、しかも24時間できるっていうのは、仕事してる人たちにとっても本当にありがたいことありますけども、まあ、申告納税、またね、どうしても不安な方は、まあ、紙で持っていくこともプリントアウトして、持っていくことも可能だということありますけど、まあ、それ以外もなんかメリットとかもありますか。はい、うん、電子証明書付きのですね、うん、住民基本台帳カード、これ、はいはい、まあ、住基カードと言いますけど、ますね、これをですね、まあ、使って e-tax で申請しますと、うん、まあ、最高ですね、4000円の税額の控除も今ですね、受けられるということでございますので、まあ、これは前年度ですね、控除を受けた方は、うん、適用しませんけど、あ、初回、はい、今年ですね、初めてやる方は、うん、まあ、最高4000円のですね、税額控除が受けられるというふうに聞いております。なるほど。それにまたこれ医療費の領収書とかですね、源泉徴収票など、はい、添付書類があるんですけど、これをですね、うん、内容を入力して送信することによってですね、うん、その添付書類が省略できるということがございます。なるほど。そして、なるほど、まあ、これも入力したらすぐコンピューターの方で自分作業しますんでですね、うんうんうん、さらに還付申告の場合はですね、還、はい、付金の払い戻しがですね、3週間程度にですね、短縮されるメリットもあるということでございます。なるほどね。今領収書とかね、添付したりするのは僕もやったことありますけども、ちょっと税務署 の中でやりますから、ちょっと緊張もするし、もうなんか怖いんですけど、まあ、でもそういうのも自分でゆっくり、時間をかけながらでも可能であるということと、また、この e-tax を活用すれば、入力さえすれば、添付がね、省略できるということでありますのでね、活用いただきたいと思いますけど、今村長のお話の中で住基カードってありましたけども、
あれ樹皮カードっていうのを作るのはどんな方なんですか？これはまっすぐですね、読谷村の役場の窓口でですね、運転免許証など、写真付きの身分証明書と印鑑を持って行ってですね、e-tax で使用する樹皮カードを作りたいと言っていただければですね、できる、対応できるということでですね、 あとはそれカードは写真にするかしないかを決めてですね、まあ、申請書に必要な、記入事項をですね、書いて、電子証明書の手数料、1000円をですね、支払っていただくということになっておりまして、読谷村役場では約30分程度でですね、発行できるということでございます。でまた今年は税額控除もですね、今年の平成23年度分は最高4000円となっています。しかしこれ次年度からはですね、3000円に減額され、25年度以降はですね、廃止されるようですので、ぜひ今回ですねeTax で申請されることをお勧めしたいと思います。もちろん自宅にですね、インターネット環境のある方はぜひチャレンジしていただきたいと思います。また昨日からですね、役場の、1階ロビー、税務課前にもですね、先ほど話した eTax 用パソコンをですね、設置してございますので、樹皮カードを取得してですね、ご利用いただきたいと思います。どなたもご利用なれますんでですね、ぜひ、所得税等の確定申告にですね、eTax をご利用いただきたいと思います。でも、控除がね、最高4000円ということで、いろいろとこう特典もあるということなんですけどもね、ぜひね、私たちこういう特典があるというものだけでもちょっと心が動きますけどもね、利用したくなるというか、そんな感じになりますけどね。今、村長からありました通り、ぜひね、インターネット環境のある方はということでありましたけども、eTax 利用するためには他になんか準備するものってありますか？まず先ほど話した、読谷村が発行する電子証明書付きの樹皮カードが必要ですね。それから自宅で利用する場合はですね、そうか、自宅でもできるから樹皮カードを読み込むための IC カードリーダーライターというのがですね、必要になるということなんですけど、これは県内のですね、家電量販店などで、初期投資はかかるんですが、3000円程度のですね、で販売しているということですね。それと電子申告の開始届書をですね、税務署に、提出することになるようですけど、これは国税庁のですね、ホームページからオンラインでもできるということです。そして eTax による申請とですね、納税の詳しい、手続きにつきましてはですね、国税庁ホームページに、掲載していますので、ぜひご一読、いただきたいと思います。なるほど。樹皮カード、その樹皮カード作るのに1000円、でもあれですね、リーダーライターっていうんですか、これを購入しなければならないということで、3000円ぐらいっていうことで、だいたい4000円ぐらいかかる。でも、全額の控除が4000円でプラマイゼロで、投資は、できますよということで、も今回やっておけば、来年からはもう自宅でもスムーズに可能になるということですからね。そうですね。自宅でですね、ちょっと、操作にですね、ちょっと自信のない方はですね、先ほど言いました役場税務署前、ロビーにですね、eTax 用パソコンを、設置しておりますので、ぜひですね、税務課職員に声をかけていただいてですね、それを活用いただけたらと思っていますね。よろしくお願いしたいと思います。ぜひね、皆さんもご利用いただきたいと思います。詳しいところはね、今も、村長からありました通り、各税務課もそうなんですけど、国税庁のホームページ、www.nta.go.jp、国税庁でもですね、検索していただければ出てくると思いますので、そちらの方もしくは沖縄税務署 938-0031 まで、ぜひともね、お問い合わせいただければと思います。ぜひね、eTax この機会に皆さんも活用してください。ありがとうございます。さあ、それ以外にもね、読谷村に、納税するのもたくさんあると思いますね。皆さんね、軽自動車税のお知らせだったりとか、いろいろとこう、広報読谷にも載っておりますのでね、一度ぜひ目を通していただきたいというふうに思います。また、村県民税もですね、2月の16日から約分前のですね、ロビーでも、申告手続きのですね、受付をやっておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。2月16日から、ありがとうございます。ということでね、もう税収が私たち、国民のね、義務でありますのでね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、またいろいろとこう時間が押してきましたけども、村長、話題をちょっと変えまして、今回、
まあ教育委員会功労表彰式典というのが、明日ですね行われるということを聞きました。ね、はい、はい、これはあの、まあ、学ぶフェスタのですね、うん、一環で、やるものですけど、平成23年度のですね、はい、教育委員会功労表彰ということでね、あの18名の、まあ、これまでですねご活躍した皆さんの、授賞式が明日行われます。はい、あのまず最初にですね、はい、文化功労ということで、あの琉球舞踊をですね、教えていただいている、宮里春子先生ですね、はい、宮里春子さんが、伝統文化の振興に、多大な貢献をされたということで、文化功労賞ということでございます。おめでとうございます。あとあの教育功労賞ということでですね、大庵栄先生ですね、栄先生、校長先生歴にしてですね、はい、村の文化センターの、館長もなさった。そうですね、ここの館長でしたからね。ということでございますね。はい、他にもあの福地美恵子さん、この方も学校図書館のですね、うん、ずっと職員として勤務しまして、村立図書館がですね、文部科学大臣賞を、取った時にですね、いろいろ指導していただいたということと、また職後もですね、初代の、読谷村の、図書館長として活躍した方でございます。同じくあの教育功労賞でですね、これ昭和56年に、役場の給食調理所に勤務したんですけど、義母森光さんですね、はい、あれはその年に世界ロア社バレーボール大会でですね、日本代表のエースとしてですね、活躍された方ですけど、すごい、現在も、調理所においてですね、はい、安全安心な学校給食の提供に努めているということで、教育功労賞でございます。あと読谷中学校のですね、はい、先ほど来出ています中学校の活躍は、これは急な友和、先生のですね、はい、ご指導の下でですねやったということで、読中の顧問としてですね、サッカー部の顧問として、先ほどあります中学校サッカーのですね、ですね、いろんな優秀な成績にですね、はい、ご尽力をいただいたということで、教育功労賞ということでございます。あとあの社会教育功労賞ということでですね、比嘉好江さん、この方はもう婦人会のね、元の、はい、皆さんご存知の婦人会のですね、その婦人会、活動等々、読谷のシンデレラタイム推進会議のですね、委員としてもでいろんなことをですね活躍されたということでね、受賞で、ございます。おめでとうございます。あと社会、同じく社会教育功労賞ではですね、PTA 活動にですね非常にご尽力しました大城剛さんとかですね、はいはい、読谷の PTA 会長をされてましたね、波平初美さんですね、このお二人がですね、社会教育功労賞ということで、また他にもですね、読谷村の子ども会育成連絡協会の活動等にですね、ご尽力をいただきましたジャハナ・マサイさん、ということでですね、彼女も青少年の健全育成に、尽力したということで受賞しております。ジャハナさん、その他にもですね、社会体育功労賞で義間栄子さん、あと前校長ということでですね、あとあの義間栄子さん、彼はスポーツ振興協議会のですね、企画運営をやったりですね、本人も非常にスポーツマンでございましてですね、その体力増進やですね、健康維持にご尽力をしていただいたということでございます。
はい、お送りしておりますインタンジャー出番です。一旦コマーシャル挟みましたけど、教育委員会功労表彰式典ということでね、受賞者の紹介を、石見村長はやっていただいておりますけども、多くの方々が本当に、受賞されるということありますけど、まだまだいらっしゃいますので、ぜひ最後までご紹介いただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、いたしましょうね、お願いします。続きまして、全校賞ということで、読谷村のジュニアリーダークラブをですね、はいはいはい、長らく所属して、うん、子どもたちのサポーターとして関わったということで、比嘉由里乃さんですね。由里乃、由里乃は村長、由里乃は比嘉由里乃はって呼び捨てしてますけど、うん、由里乃さんは、うちのパーソナリティなんですよ。ああ、そうですか、うん、ジュニアリーダーで頑張ってますね。はい、そうですね、はい、おめでとうございます。子ども会育成会の連絡協会活動ですね、うんうんうん、積極的に支援しているということですね。すごい。それでまあ全校賞ということ。あ、全校賞、はい、同じく全校賞で、うんうん、先ほど来られます読谷中学校のサッカー部員ですね、はい、義母、雪秀君とですね、うん、山内隼人君ということで、はい、彼らは全日本アンダー15のですね、九州大会優勝とかですね、うんうんうん、国民体育大会の県代表に、はい、なってましたね、はいはいはい、まあ、サッカー部員の中でもですね、特に他の生徒の模範であるということでですね、はい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 、全校賞ということで中学生お二人ですね。あとその他にも全校賞で、これは山内彩音さん、これは時志小学校のですね、はい、非常に活発なですね、女の子ですけど、62回沖縄県小中学校童話お話、うん、県大会やですね、中上代表としてすごい出場しまして、イタチとカニの知恵比べというですね、非常に小学校低学年の部ですね、素晴らしい発表をしまして、最優秀賞を、受賞したということでですね、おめでとうございます。まあ、役割来てですね、本人そのお話もですね、やっていただいたんですけど、ハキハキとしたですね、非常に何事にも積極的なですね、女の子で、山口彩音さん、はい、おめでとうございます。あと社会教育功労賞ということでですね、はい、3団体、団体の方今度はございますが、これは読谷陸上愛好会、はい、とですね、ザキミ走ろう会、そして時志青年会ということでですね、まあ、陸上愛好会の方は長年、これは長距離ランナーのメンバーですけどね、いろんな地域スポーツに対してですね、協力をいただいているということでございます。ね、先ほども陸上は盛んだという話をしたところでしたけどね、さすがです。またザキミ走ろう会もですね、本当にいろんなところでですね、会活動の傍らですね、親子水泳教室の運営に関わったりとかですね、地域活動にも積極的に参加しているということでございます。はい、そして同じく社会功労賞の時志青年会もですね、ずっとですね、伝統芸能や地域文化の保存継承にですね、取り組んでいるということで、時志は青年会でも、イエイサーのみならずですね、獅子舞とか、そうですよね、ですね、体育協会とか、体育協会もすごいですからね、青年会、活発にやっているところでありますんでですね、まあ、そういったことで、この3つの団体がですね、社会教育功労賞を受賞したということでございます。あと最後にですね、もう一つ全校賞ということで、これは団体で読谷中学校のですね、はい、サッカー部が、先ほどお話ししています、全日本ユースでですね、九州大会優勝とか、全国大会でベスト8ということでですね、これも非常に特筆すべきことだということで、全校賞ということで、計ですね、18の、個人団体が、はい、まあ、今回のですね、教育委員会の功労表彰ということで、明日表彰式があるという、はい、皆さんおめでとうございます。すごいですね、やっぱりこう表彰とかされると、やっぱりこうまたもっと頑張ろうというやっぱり気になりますから、そうですね、どんどん村長たくさん表彰してくださいね。そうですね、はい、もう本当にいろんな団体がですね、活発にやっていますんで、ねえ、すごい、読谷は本当にこういう活発、こういうことをどんどん周りに発信していただいてね、あ、行ったっけというのにわらびたんろうというぐらいの気持ちでですね、どんどん地域で声をかけていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。本当に受賞者の皆さん、おめでとうございます。明日、本当に喜びをね、分かち合う日になるかなと思いますね。よろしくお願いいたします。さあ、明日その、表彰式も終えて、あさってしあさって、この週末土日は学びフェスタが、もうすでに準備をね、生涯学習科の方、皆さん方頑張っておられますけども、これ2月の
4日5日土日ということでですね、はい、まあ、文化センター大鳥ホールやふれあい交流館とかいろんなところでですね、あのたくさんのイベントが、ございますね。あとあの今、うん、まあ、みんなで体験しよう体験キッズコーナー、はい、各種体験コーナーということでですね、10時からスタートするのが、ございます。はい、まあ、今回これマネフェスタ2012 もう毎年のごとくなんですけど、とにかくお客さんいっぱいですよ。そうですね、各種いろんな、うん、あの団体がですね、はいはいはい、この1年の発表をですね、うん、やっておりまして、非常にあの、まあ、ワイワイと賑やかなですね、うん、マナビフェスタになってきておりますね。そうですね、まあ、それぞれこの、ふれあい交流館読谷村文化センターを中心にいろんなそのグループが、サークル活動などをされている方々がですね、もうここぞとばからに本当にこうサークル発表ということで、舞台を盛り上げていただけるのも多くあるわけなんですけども、にわかにちょっとあの私たち FM タンでも人気なのがですね、その一応あの実はあの給食とか食べられるという、あ、はいはいはい、あれはですね、結構もあったですね今年もね、あのお食事どころということで4日5日と、体に優しい料理、そして懐かしい学校給食コーナーとかいうことでですね、長寿の皆さんがいかがでしょうかね。あ、そうですね、やっていただいてるということなんですけども、はい、土曜日になりますね、うん、給食の味をどうぞということでですね。そうなんですよね、はい、これもちょっとにわかにみんな楽しみにしていてですね、うん、お食事どころではそうですね、青年会の、うん、お蕎麦の販売とかね、それもありますし、はいはいはい、まあ、海の見えるパン屋さん、うん、ポポラあるのですね、美味しいですよね、あのパン、うん、日曜日には婦人会のカレーライス販売ということでですね、うん、まあ、それもいろいろ期待していいんじゃないでしょうかね。お母さんの家庭の味ですね。そうですね、なるほどね、はい、またあの2月4日土曜日午後5時からは、家庭教育カウンセラーということで内田玲子さんの講演会もですね、うん、これは参加料1000円かかりますけども、そちらの方もございますので、ぜひともね足を運んでいただきたいと思います。まあこの週末もまたこの文化センターも本当に多くのイベントが、ありますけれども、まあ、私たち先ほど中日の話もしておりました。マネフェスタも来ながら、中日ドラゴンズの、野球場を応援に行って、それから陸上競技場もサガン鳥栖の、ね、プレーも見ていただいてということで、いろいろとこう本当にこう読谷に来れば本当に、何か楽しめるんじゃないかなということで、おじおばもぜひ皆さん連れてきていただきたいですね。そうですね、うん、まあ大正ごとからですね、古典音楽、琉球奏曲とかですね、うんうんうん、サークルの発表会もですね、はい、日曜日にも、ね、たくさんありますんでですね、うん、そこら辺も、お楽しみいただけたらと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ、本当にこう今日は本当にラインナップすごい多くて、まだまだではありますけども、また2月3月ということで年度末になってくると村長も忙しくなりますね。そうですね、うん、まあ、これからまた、新年度予算のですね、そうですね、もう今編成も詰めの段階を迎えておりますし、うん、まあ、職員は一生懸命ですね、はい、今年度の、まあ、事業執行と次年度に向けてのですね、うん、取り組みをやっているところですね。ね、まあ、そういう本当に行政の皆さん方も本当にこう日夜頑張っておられると思います。私たちもこう夜帰るときにまだ役場が電気ついてたりするところがありますので、お議会近いのかなとか思ったりする場合もありますけどもね、でも本当に、はい、本当に皆さん頑張っていただいております。ぜひ、また皆さんの屈託ない意見もですね、行政やまた議会にも反映していただきたいなと思います。また村長にもこういうこと聞きたいというのがありましたら、ぜひねメールも、ね、送っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、どんどんお願いしたいと思います。はい、今日のインターンジャー出番ですよ。ゲストは読谷村長石嶺伝地村長を迎えしてお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、いかな山向こうの虹橋を架ける